ですけども、お呼びしましょう。さあ、第一試合いきましょう。新日本プロレスはこの方です。大谷新時代選手入場です。さあ、ゼロワンの代表で今日ランパチプロレスに飛び込んできた大谷新時代、信じれるか信じられないかはあなた次第。さあ、お客様、今日あったことは決して人に言っちゃいけませんよ。ただちなみに大谷新次郎本人に公認です。はい、ちなみに本人公認。さあ、出てきました、大谷新次郎選手です。大谷、大谷、星が5個も上、大谷新次郎選手入場です。大谷新次郎。さあ、ちなみに顔は似てるんですよ。そうなんですよ、細いんですよ。はい、行きます。さあ、行きましょう。全日本のエース、そしてランパチプロレスのエース、初代チャンピオンをお呼びしましょう。この方です。ジャイアント駒場選手入場です。さあ、遅いですよ。さあ、ゆっくりとお面をつけて、さあ、馬場選手はゆっくりと、ゆっくりと、ジャイアント駒場。さあ、お面つけた意味あったでしょうかね。さあ、ベルトマネージャー、私は預かっている形で、タイトルマッチですね。はい、置けたらちょっと置いてください。はい、お願いします。さあ、大谷さんがマイクを。さあ、何でしょう。プロレスの教師だな、プロレスの教師だな。ゼロ守れ守る。何言ってんか分かんない。ババさんですから。さあ、こういうときですね。さあ、行きましょう。第2試合、出さないでください、勝手に。さあ、大谷さんと馬場さんが夢の対決ですからね。さあ、ゆっくり、遅いよ、遅いよ、遅いよ。さあ、村井叩いてこいと。さあ、スイートップ。さあ、スイートップ。遅いよ、遅いよ。さあ、通点がおかしいジャイアント駒場。さあ、大谷選手はこれはどうにするか。馬場慣れてる。キック。さあ、大谷選手が見えないラップに遅いよ。さあ、年が明けてしまいますよ。さあ、見えないラップに振られて、大谷選手は何を仕掛けるか。さあ、チョップだ。そこもチョップを。あ、これだ。聞いてんすか、これは。聞いてますか、これは。相当聞いてますね。相当大きく珍しいですね、このキックは。さあ、サッカーボールキックみたいな感じですね。さあ、自作自演のキック見てください。さあ、リアリーファーオーダー。さあ、ジャイアントファーオーダー。ストッピング、ストッピング、ストッピング、オーダー。さあ、ラスパロ。さあ、アントニオイノキになりました、ジャイアントファー。さあ、キラーイノキだ。トーブスリーパーだ。さあ、腕を取ったジャイアントファー。さあ、出まし、はい、リーダーのオープンだ。ホールワン、ツー、危ない危ない。いや、ツー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 。分かってるでしょ、まだ終わってるの、相当。さあ、キック。46歳、46歳。
ブラッドピットと同じ年だったんですよ、はい、よし、11問結果、11問きました。さあ、ローペフリでこれ11問スーパーさあ、11問よけた、これどっちですか。クラッドコーバー選手、ほんとかスワタイム、スワタイム出た、あー、危ない、エグいよ、先生、わかりません、エグいよ、ほんに。さあ、スワタイムしてください、スワタイム、最後まで何を言ってるか分からないよ。あ、来た来た、頼むな、自分のホールだ、ワン、ツー、スリー、カー、ジャイアントコーバー、ドラゴンスーピックスが自分で自分のホールだった、ベルトを守ったジャイアントコーバー。さあ、さあ、でっかい11問、もうこれはロープに振って、さあさあ、普通に帰ろうとします、お先生、クラウマに倒れた。さあ、何をやってもダメな男、大谷翔平選手。さあ、勝者ジャイアントコババ。さあ、見事の負けですね。ゲリラ。まだ2度くせ2連続なんで、ごめんなさい、こういう気なんですか、あいつやるな、あいつ知ってますね、こういう選手知ってますから、お客さんはフチだ、これやろう、いや、フチだ、誰ですよ、フチだ、さんって方かもしれませんけど、そういう状態ですね、だってテレフチださんでございません、あれ、フチだ、フチださんじゃございません、村上、いや、村上じゃありません、村上さんって可能性がありますから、ボルド元気か、じゃあ見せます、ボルド、私の DVD が発売しましたのでね、これ DVD 出てるんですか、よろしくお願いします、猪木の DVD 出てるんですか、はい、まあ、あなたも出てますか、はい、それじゃあ最後に、はい、せっかくですので123だならぬ、はい、123乱発で締めたいと思います、いや、おっちゃんみたいじゃないですか、おっちゃんみたい、第一試合で終わらせたら、バロバロありがとうお前ゴーバーバーゴーバーバーゴーバーバー、さあベルトを忘れてきました、勝者ジャイアントコーバー、さあベルトが、さあすぐ帰りますよね、お客さんとのフレーがね、あのこのフレーがあると東京に帰ってもなんか持ちこたえるらしいんですよ、はい、後ろの方でもね、そうですね、さあ皆様の優しさやばい、あ、皆さんプレゼント、あ、クリスマスプレゼントいただきました、いや、ダメです、プレゼントもらってピンってダメでしょ、ちょっとね、精神異常者が多いんで、ランパチコメントですから、皆様ね、ご了承くださいということで、第2試合は見事ジャイアント候補選手の勝利で終わりました。